はい、えー。今回のテーマはですね、月収100万稼ぎたい、稼ぎたいけど行動できない人へみたいな感じにしましょうか。いよいよですね、今日で終わりですよ。半額キャンペーン。18年の集大成。18年のギュギュッと詰めたね。僕はネットビジネスに出会ってもう18年経ちました。で、まあ僕自身はまあ月収100万っていうのは別に普通になりましたし、まあ自由な生活を送ってます。 で、えー、それをぎゅぎゅっとまとめたね、えー、R の思考っていう新商品待望の新商品をこう今ご案内してるんですけども、まあ、今回はテーマ、まあ、今日で最後なんだけどもどうしようかな動画はどうしようかな、まあ、ちょっと考えますとりあえずこれね朝6時ぐらいに公開したいんですけどどうですか、ね、今から会社だよみたいなねすいません申し訳ない <laughs> ネクタイ締めながらねまた動画アップロードされてる で、まあ、あの、今回ね、まああ、その新商品の中に、まあ、アウトプットの虎っていうトレーニングルームを用意してるんですね。で、仲間も用意してます。で、まあ、月収100万稼ぐために必要な、まあ、3つのことみたいな感じで、1話目ね。一話、このシリーズの1話目で、月収100万稼ぐために僕がやった3つのことみたいな動画を撮ったんですけど、まあ、単純に勉強して、まあ、あとは、まあ、会えるんだったら会って、 二つ目が会えるんだったらリアルでそう聞いてと。で最後行動しろみたいな話なんですよ。まあ単純に東大に行きたかったらね。東大に行きたかったら勉強してテストにテストあのセンター試験行くってことじゃないですか。東大受かりたいんだったらね。もしかしたらもしかしたら分かんないですけど5000万ぐらいの裏金があれば裏,裏口入学っていうのはできるのかも分かんないですけど一般的に東大に受かりたいんだったら勉強して 選ー試験に受けて合格するかしないかっていうまずそこの最低基準をやらないと受かんないですよねだから月収100万稼ぎたいんだったら月収100万稼げる手段を選ぶってことですね例えばコンビニで月収稼月収100万って稼げますコンビニで月収100万は稼げますかあなたがどれだけ努力して、うん、例えば時給1000円じゃないですかまあそのコンビニで24時間働けるか分かんないですけども えっと、仮に、仮にコンビニ時給1000円で24時間働けるとしてね、あなたが寝ずに働けるとして24000円です。日当ねで 24,。で、24000円かける1ヶ月も睡眠せず働き続けたとしたとしてもですよ 24,。24000かける30日でいくらですか ?60 万、70万でしょどうっすかありえない話ですけども、24時間寝ずに 時給1000円で働きました。いい1日得られるのは2万4000円です。<laughs> 1ヶ月寝ずに行きました。でそれで70万ぐらいでしょ ?2、3が6、二0 2、4、8、68万ぐらいですか ?100 万行きます行かないでしょまあそれ時給ね、まあ2000円ぐらいだったらいけるかもしれないですね。でも時給2000円の僕アルバコンビニのバイト見たことないな。ありますまあ東京だったらあるのかな。でも1500円、まあ深夜でも1500円ぐらいがマックスだと思うんですけどね。 うん、まあまあ海外だったらね今あの高いんで物価も高いですけど給料も海外は高いのでまああるかもしれないですねでも日本だとちょっと時給1000円ぐらいがベターじゃないですかで無理じゃないですかその手段だったらねだからまあ手段はあの月収100万稼げる手段を選ぶってことですね、まあ、僕はもうネットビジネスを推奨してますけどネットが一番いいです、ね、前回の動画でもねあの時間作れるんでしかもネットの場合うん でまあまあまあじゃあネットビジネスを選んだとあなたがネットビジネスを選んだとするじゃないですかでそしたら勉強してあとやるだけなんですよわかりますよね大丈夫ですよねでもいや吉田さん分かってんだけどブレるしなかなか行動できないんですよっていう人が多すぎるわけですよでじゃあ今回はそれどうすれば解決できるのっていうお話をね行動ができないあなたにこうすれば解決できるよっていうねお話をねさせていただこうかなと思います じゃあこれね、質問です。行動できない。今自分がなかなか行動できないなと。勉強してそれ実践できてないと。ぶれちゃうと。ノウハウコレクターですと。あなたに問いたい。ここに1個のマスクがあります。マスクがあります。どうですかね見渡せば、マスク、マスク、マスク。5年前、この世界を見たら、異様でしょうね。全員マスクしてるよ、みたいな。 このマスク生活になってもう3年ぐらいじゃないですかどうですかもう3年ぐらいですよねじゃああなたマスクしたいですかマスク好きですかこれマスクつけるの好きですか好きですか嫌いですかどっちですかまあどちらかというと二者卓越ねまあ好きでもないけども嫌いでもないしいやーわかんないですっていうのは置いといて好きか嫌いかと問われた時に 僕は二者卓越しかないんだったら嫌いですね。だって苦しいじゃないですか。<laughs> 苦しくないですか息苦しくないですかまあマスク好きっていう人もたまにはいるのであれなんですけど、あなたはどうですかマスクつけるの好きですかいやすみません、僕は二者卓越だったら嫌いなんで。ね。じゃあ嫌いなのに、じゃああなたも嫌いだと仮定しましょう。マスクをつけるのはね。 まあ生まれた瞬間からずっとマスクしてるんだったら、まあ、マスクは別に普通かもしれないですけどここ直近の話で、ね、いきなりマスクつけろみたいな話になってきてずっとマスクになってるわけじゃないですか。でその嫌いなことでもなんでこのマスクはつけられると思います、まあ、よくねこれニュースでも、まあ、こういう言葉が出てきたりとかすると思うんですけど同調圧力周りがしているからしないといけないっていう。どうですか 結構ほぼ、それ9割ぐらい当てはまってんじゃないかなっていう。逆に、逆にですよ。ある場所に行ったらね。ある場所に行ったら、じゃあ100人いましたと。ある場所に行ったら100人いましたと。100人ぐらい集まってます。で、その100人、誰もマスクしてない。誰もですよ。あなたはそれでもマスクしますか 逆にその100対1ですよ。100対1で、お前なんでマスクしてんのと。ここ、あの、あの、換気されてるし、全然大丈夫だ全員検査もしてるし、全然大丈夫だよ、と。あの、感染リスクも全部やってるし、いや、マスク外してもいいような施設だよって言われて、で、全員が、マスク外してます、100人がね。あなたはそれでもマスクつけますかこれね、マスクつけるの好きじゃなかったら、つけないと思いますけどね。ど、どうですかね。 まあ何が言いたいのかっていうと、一人で行動できる人は、まあできるんですよ別に。だけどみんなできないんですね。で,できないけど、やりたくない。好きでもないけど、やりたくないけれどもできることもあるんですよ。で、それは何かっていうと、周りがやっていると自分もっていうふうな、この、これをね、うまく活用するってことです。行動できない人、一人で行動できない人は、これを悪い方に使うんじゃなくて、いい方向に使っていくってことです。わかります 例えば、まあ、勉強ができないってなるじゃないですか。じゃあ、勉強ができないってなったときに、一人じゃできない。だけど、友達がね、よし、ちょっと今日、明日テストだからね、ちょっと勉強会やろうぜ、っつってね、こう、みんなで集まって、ガーってやってね、あ、それど,どうやんだみたいな。あ、それはこうやって。できますよね。一 <laughs> 人だと、一人だとね、あ、めんどくせえなー、みたいな。ちょっと YouTube 見ようかな、みたいな TikTok な。あや、やっぱこんな時間だ。あ、やってる。ま、いっか、みたいな。<laughs> しまいにはね、プシューみたいな、ね、プシューみたいなあ今日いいやみたいな <laughs> でも周りでねみんな勉強してておおどうだっ、うん、だできますよねえこれであなたはなその勉強会に参加してるんでしょ勉強会に参加してあなた元年で,できます勉強会に参加してるんだけどなんか TikTok ずっと見てるとかねもや勉強会参加しなくていいって <laughs> 稼ぐ気あんのかって話して <laughs> 稼ぐ気はあるんだけどできないっていう今回テーマですからね 月収100万稼ぎたいけれども行動がなかなかできない。だ稼ぐ気はあるんでそこの勉強会に行くっていうのは別にできるじゃないですか稼ぐ気があるんだからじゃあそこの環境に入ってしまえばね自分で一人ではできないけれどもまあ同調圧力というかねみんながやってんだからやるじゃないですかでこれ会社もそうで会社もそうなんですよ今はたいまあ今日ね朝出社これから出社っていう人も多いと思いますけども大好きですか 今の会社、I love you ですか ?I love you ですか今の会社。会社とともに、我が人生、ですかまあ僕のお客さんは、わりかし、まあ会社辞めたいですっていう人が多いんですけども。<laughs> 嫌いなね、会社、嫌いな仕事をね、なんでずっと続けられるんですかそれも会社に行くじゃないですか。で、周りで仕事してるじゃないですか。だから、そこでサボれ、嫌いだから仕事を、 しませんっていうわけにもいいかないしもちろんお金も必要っていうのもあるしでもねこれねもしですよ会社に行って会社に行ってですよ全員なんかパズドラしてたらおおと「お今日はあのパズドラデーだよ」みたいなそ,そんな会社あんまないと思うんですけど「<laughs> えパズドラえパズドラデーってなですか?」みたいな「いやなんか最近できたんだよ」みたいなみんなパ上司も全員パズドラしてるみたいな え、仕事します仕事嫌いなのに、まあ、パズドラじゃなくてもいいんだけども、その状況で、あなたはね、仕事をガリガリできますか一人で。これできるんだったら稼げますけどね。<laughs> ま、できないですよね。あ、マジっすかえ、今日、そういう日なんですねみたいな。パズドラでしょ多分。みんなやってんだから。逆にやってないと、周りにも言われるわけですよ。お前なんでパズドラやらないのみたいな。いやいや、仕事するなよ、みたいな。今日はそういう日じゃないから、みたいな。 言われてそれでも仕事します。それでも仕事しますか。まあそれもしするんだったらめっちゃ好きってことですよね。<laughs> だからまあ今回ね僕はそのいろんなまあ18年間いろんな教材を売ってきたし、まあ他のね会社さんの教材、他の人の教材ね塾コミュニティとかねまあいろいろ見てきましたよ。僕も売っていました。で一番ねまあ今回の目玉はねやっぱねそのアウトプットの取らっていうね。 トレーーニングルームがあるんですよしかもねこのトレーニングルームはサブスク費用0円なんですで今筋トレブームでジム結構いろんなところにできてると思いますこの鹿児島にもねなんかジムであるできてるんですよ筋トレブームですからね今なんかねだからちょっとコロナになってからちょっとっていうところもありましたけど多分昔に比べると結構いろんなそういうトレーニングジムとか増えたと思いますうんお金かかるでしょサブスクで でも、あのトレーニングルームっていうのも、一人で筋トレができないけれども、あそこの場所に行くと、ね、そういう機材の環境があったりとか、他の人がね、ウィーってやったりとかしてるからね、こうみたいな感じで、よっしゃ、こいじゃやってみようか、でやりやすいんですよ。いや、僕からするとね、ま、すみません。一人で僕はいろいろできるので、僕からすると申し訳ないですけど、あの、別に家で筋トレすればいいんじゃないみたいな。 僕からする、できる人からするとねもう別に散歩すればいいし別に自分でランニングすればいいしって話で金払ってまでする人ないよみたいな話でだけど一人でできないんだったらそういう環境に行けばできますよねだからできないもう逆を言うと一人でできるんだったらもう稼いでますよはっきり言って先生にあのなんだそういう仲間がいなくても 行動できる仲間がいなくても行動できる先生がいなくても行動できるガンガン一人でガンガンいけるってことだったら別に今 Google で調べまくったりとかいろんな情報もあるわけですし別に解決もできるんですよ別に。ただし情報がありすぎるんでこれ初心者の場合は何が答えなのかっていうのがだからない部分があるんででもそこも答えなのかっていうのが分からない部分があるんで,でもこも 一人でできるんだったら一人で考えて、一人で、そ、そ、こっちが正しいのかあってのかっていうのを自分で検証してね。例えば、A サイトではこう書いてる。B サイトではこう書いてる。じゃあ、両方やってみようみたいな、ね、どっちが正しい、うん、じゃあ、両方やってみよう。ああ、じゃあこっちだな。一人でできるんですよ。でも、一人でできない人は、こっちの方が儲かりますかあっちの方が儲かりますかみたいな話でしょ。一 <laughs> 人でできる人は全部やるんで。で、これもね、吉田さん、何からやったらいいですかって質問めっちゃくるんですよ。 ど,どうですか何からやればいいですかみたいな「いや全部やるよ」っ <laughs> てすみません「いや全部やってみろよ,よ」っ <laughs> てまあすみませんスパルタンですけどねいやでもね一人でやるってそ,そ,それぐらいの感じですよ本当にいやこっちがダメだったらこっちやるしかないしこっちがダメだったらこっちやるしかないしでただそれだけ結果を出すために結果を出すためにですよ例えばうんあ前ね、まあ、あるあのそのなんだ 僕はあの収録してたんですよそのまあ、えー、当時そのカ,メカメラを回してねカメラをこう回して、まあ、先生のね何の先生だったかちょっと忘れましたけどその先生のプロモーションの,あの動画を撮影してたんですよ。でその時に先生がねそのプロモーションの動画でこんなこと言ってたんですけどまあある日ね公演その先生がある公演なんか出版記念の公演だったかななんか出版記念の公演をするってなったんですよ。だ,だけど あの台風が来てなんかその新幹線が止まるとかね飛行機が止まるとかなんかそういうのがあったらしいんですよ出版記念でそのパーティーやりますよみたいなだけど台風にぶつかったとで結構その連絡が来たらしいんですよいやすいませんと今日はあのちょっと台風で止まってしまってちょっと行けなくなりましたみたいなすげえ来たらしいですよだけどね面白いことがあってこれね成功してる人結果が出てる人はその 台風ででももパーーティーに参加ししてたらしいんすすよもう一度ますね成功している結果が出てる人たちはね台風でもそこの場所に行ってる来たらしいんですよ。でそれでも言ってたんですけどもその先生もね要は結局その結果が出る人っていうのはこれがダメだったらこっち例えば例えばでしょ最初当初は予定としては新幹線で行くと。 でも新幹線が台風で止まりましたじゃあバスっていう手段があるわけじゃないですかでバスがダメだったらタクシーもあるしタクシーがダメだったらもはや歩きとかね、まあ、歩きは極端ですけども手段はいっぱいあるわけじゃないですか別にその目的地に到達するためにこの手段がダメだったらこっちこっちの手段がダメだったらこっちっていう別に手段はいくらでもあるわけですからえど,どうですかでもうまくいかない人は、はああみたいな話ですね <laughs> そうまあちょっと話を戻しましょうで 一人でねできないよとなかなか行動できないよっていう場合はもうねそういう環境を使っちゃった方が早いですだから一人でね筋トレできないんだったらジム行ってねみんながやってる中で一緒にやった方が早くないですかそれでそれで習慣化するんですよ。ねあのなんかこれセールス動画でもね7つの習慣化7つの習慣これねこの3,000万部3,000万部売ってるねこの習慣が 人生を変えるみたいな話ですよね。だからまず最初はその自分ができないんであるならばそ,のそういう環境に行ってねやれるようにしてやれるように日々やれるようにして習慣化するとで習慣化すれば一人でできるようになってきますからわかりますだから今回その教材の中にそのトレーニングルームアウトプットの虎トっていうところがあって場所があって勉強したことをアウトプットするっていう場所があるわけですよ。 で、そこで日々仲間もいます。仲間も毎日投稿してます。毎日です。本当毎日ですからね。毎日投稿してます。つわものがいるんで、虎がいるんで。アウトプットの虎にはね、虎が今いるんですよ。虎がちょっとずつ出てきたんですけど <laughs>。このね、名前も良かったなっていう。最初ね、アウトプットの広場とかにしようと思ったんですけど、それね、僕はマネーの虎がすごく印象深くてね、まあ、ガナリさんにも会ってきたんですけど、 アウトプットの虎だと。じゃあ、マネーを稼ぐためには、ネットビジネスでマネーを稼ぐためには、アウトプットしないと稼げないよねと。そうだ。マネーの虎になるためにはアウトプットの虎だぞと。こう、ひらめいて降りてきたんですよ。だってそうですよね。ネットで稼ぐってなった、一人でネットで稼ぐってなった場合、例えばブログアフリエイトをやるにしてもね。 ブログで何か情報を発信する、学んだことをアウトプットするとか、調べてきた資料をまとめて、まとめサイトとかもそうかもしれないですけども、あの、キリエーションサイトとかもそうですけど、まとめた情報をこう、サイトで発信していかないといけないわけじゃないですか。だかインプット、アウトプット、アウトプットしてその形にしていくってことですよね。じゃないとアクセス来ないですよね。YouTube やるにしてもそこで発信しなければ、アクセス絶対来ないですよね。TikTok やるにしても発信しなければアクセス来ないですよね。 インスタやるにしても発信しなければ何も来ないですよ。だからネットで稼ぐんだったら、何かそのネットの媒体で発信するっていうのは、もうこうもう基本中の基本というか当たり前なんですよ。これやらないと絶対稼げないんで。一人でやる場合ですよ。ただこれがあなたがね、アルバイトをや雇う、従業員を雇う、外注化するってなった場合、人にそれをやらせるっていう方法もあります。ただ僕が推奨しているのは、一人で稼ぐ。一人で自由を手に入れるっていうのを僕は推奨してますので、一人でやるっていう場合、ね。 すいません。あなたがバイトを雇うとか、外注化するとか、人を雇うとか、そういうことだったらちょっと違う論理になってきますけど、一人でや、ネットで稼ぐんだったら、それを発信していかないといけないんですよ。仮にお金を払って広告を出すとしても、してもですよ。広告を発信していくわけですよ。金払ってね。じゃあ広告に出す LP を、じゃあどうしますそれもう外注ですかどうしますかっていう。まあとにかく発信しないといけないです情報。 その情報の形が動画なのか、文章なのか。で、その、その動画か文章かっていう写真かっていうものが、インスタなのか、ティックトックなのか、動画、YouTube なのか、ブログなのかっていう媒体が変わるだけで、やってること変わらないですよ。ね。基本的にアウトプット情報を発信しなければいけないので。ここが大前提です。これができないわけですよ、みんな。だから、大丈夫です。用意してますよ。 いや、本当ね、僕はね、これはね、まあ、まあ全部、僕の18年の集大成っていうことで、コンテンツも全部詰め込んでるんですよ。で、今回ね、お問い合わせあったの中で、あの、一応メイン、メイン講義は、あの、音声コンテンツなんですよ。ただ、メインの音声コンテンツより、シークレットコンテンツの方がボリュームはあります。ぶっちゃけ2800本ぐらいあるんで、どうですか ?2800 本ありますよ。<laughs> なんかね、お問い合わせいただいた中で、いや、吉谷さん、なんか音声って聞いたんですけど、僕、あの、吉谷さんのそ、この顔が出てて、こういうのが動画好きなんですよと、といつも見てるんですよ、と。まあ、その方には言ったんですよね。あ、大丈夫です。いっぱいあります。って。<laughs> だから、それは、なんだ、その F、F1、F2、F3、F4 っていう、まあ、エスカレこう上がっていく、エレベーターで上がっていく感じで、その、シークレットコンテンツですね。課題をクリアすると、それが見れるんですけど、その中に、その、弟子に教えてたね、ガリガリの、 今見れない僕の昔の僕の昔のイケイケガリガリバリバリのガチガチのやつが見れます今もうあれ出せないですけどその弟子に教えてたなんだその弟子が引退するまでですね弟子最終的に全部いなくなったんですよ解散になったんですけどそ,そこまでず全部の映像ですで最終的に残った子たちで、えー、何人か億万長者になったって話 うん、だからもう内容すごいですよ全く初心者の状態からねその僕がガチガチでいろんなことを教えてたんですけど、まあ、最終的に億万長者にね何人かなりましたで嬉しかったのがその嬉しかったのがその,その元弟子の子がね2回だったかな2回か3回三回か鹿児島にあここにね遊びに来てくれたんですよいやそれがねすげえ嬉しかったですね「吉田さん行っていいですか?」みたいな「おお来い来い」みたいな で、その子はね、すごくね、じゃ、じゃ、その子の話しましょうか。まあ、それもね、アウトプットの虎でちょっと紹介してるんですよ。ね、その音声対談、その弟子の子と音声対談したやつとかも紹介してるんですけど、その子はね、青森から上京してきたんですけども、あの、なんだ、もともとその、トヨタか。トヨタの営業マンやってたんですよ。ね、営業マンやってて、で、まあ、ネットで稼げるっていうのを知って、 で,、まあ、弟,子で弟子入りのねこの面接がねすごいんですよ多分ねまあちょっとここでは表現できないんですけどとにかくいいような面接なんですねあるある子はなんかよくねいややる気がありますって来るわけですよやる気がありますっていういや弟子募集でやる気ありますみたいに来るわけですよで僕はねめ僕面接官なんですけど僕はね「やる気見せろよ」と。 やる気あるんだろうと。じゃあやる気を形に今見せろと。やる気あるんでしょじゃあそれをやる気を今形にして見せて、ここでっていう。今すぐ見せてっていう。っていう面接をやるんですけど。<laughs> で、ある子は、これね、すごいですよ。ある子はね、2時間か3時間ぐらいですかね。いや、僕もずっと見てたんですけど、わかりました腕立てしますみたいな。 腕立てを始めたわけですよ。で僕はもうずっと見てたんです。鬼の行装で何も言わないですね。何も声かけないです。僕からはくたばるまでもう見届けるっていう。でその子ね結構根性あってずっと筋腕立て伏せ二時間ぐらいしてましたね。でも最後もうもうもうすごい痙攣してますよ筋肉がみたいな。でそれでおしいいぞみたいなね。<laughs> すごい面接じゃないですけど。 でその青森から来たね弟子の子はどうまあそれもやる気ありますよって来るわけですよね <laughs> ででお前覚悟あんのかとで青森から来たんだろうとどれぐらいの覚悟を持ってきたのと覚悟を見せろとじゃあじゃあ分かったとじゃあ覚悟じゃあ,あの今ねトヨタの,その営業で働いてんでしょとじゃあこ今この場で今この場覚悟を持ってねこう本気でこう腹くくってやるんだったら あの、今ここで上司に電話して、来月辞めるって言えと。で、なおかつ、なおかつ、惜しまれて辞めろと。どういうことかっていうと、辞めるってコミットして、なおかつ、その辞める、まあ、その月にすぐ辞められないじゃないですか。なんか1ヶ月後退社とかじゃないですか、大体。だから、辞めるってコミットした後、その月は、なんか営業一番になれと。 で、もし、辞めるって言って、えーえー、辞めるって言って、その月営業一番取れなかったら、弟子雇、弟子に入れないよと。だから、リスクあるよと。辞めるって言っても、それだけじゃ入れないと。辞める。なおかつ、結果を出して、営業成績一位を取って、惜しまれて辞めてこいと。で、もし一位取れなかったら、弟子としては取らんと。 で、その子はまだトヨタの営業で1位取ったことな,いなかったらしいんですよね。なんかまあそれを言ったんですよ。どうするリスクあるけど、できるっていう。これ今ここで会社辞めるっつって、も営業成績一番取れなかったら取らんよ、と。それでも電話できんのと。それでも電話するかって言ったよ。わかりました、って。で、上司に電話してですね。<laughs> すいません、あの、会社を辞めたいんですけど、も僕の目の前でね。 会社辞めますっつって。で、でしたんで、おし、電話できたなっつって。じゃあ、1ヶ月後連絡来いと。その営業成績どうだったのか、あの、連絡して来いと、1ヶ月ね。1ヶ月死ぬ気でやって、ね、惜しまれて辞めろと。で、どうだったと思いますで、電話かかってきたんですよ、1ヶ月後。1ヶ月電話かかってきて、<laughs> すいません。すいません。めちゃくちゃ頑張ったんですけど、2位でした。 でも1位,1位との差は1台差でした,たねその1位その車が1台差売れなかったらしいんですよねそれぐらいで,で2位でしたとすいませんと弟子入りたいんですけどダメですかみたいなそこはね、OK、しましたよそこは <laughs> そこまで鬼じゃないんでそれは、まあ、まあ頑張ったとおよく頑張ったじゃないかと。 まあそういう入り口ですよ <laughs> そういう入り口ですねでその子があまあ後々億万長者になってねまあここに遊びに来てくれたりとかねまあ今ポルシェに乗ってますよあと,あとその子の住んでるタワマン東京のタワマンなんですけどそこにも行ってきましたけどすごいですよ屋上屋上すごいね <laughs> 屋上 <laughs> めちゃめちゃええとこ住んどんなみたいなまあ億万長者ですよ っていうそそれれれを排出した講義ですそれ見れますから大丈夫です <laughs> <laughs> まあじゃあ話を戻すと、まあ、環境があるんであのその他の教材と違うところはやっぱ僕もいろいろ教材を販売してきてやっぱそのお客さんがなかなか行動できないっていうところに相談に乗ったりとかいろいろしてきたんですけどどうやったらこう解決できるかなってずっと思ってたわけですよ。 いろいろ考えた結果、まあ、その場所を作る行動できるそもそもトレーニングできるアウトプットのその場所を作ったらどうだってみたいなねみんな行動できないんでそうでもね良かったっす、まあ、当たりましたねこれこれは良かったうんであとやっぱね、あのー、仲間意識が生まれてねお互いに切磋琢磨してこうできるようになってるんで、まあ、できるようになってるというかできでやってる人はやってるんでこれやらなかったらねその 環境も用意、トレーニングルーム、環境も用意してます。ね。学ぶ教、学ぶ知識、情報も、めちゃめちゃガチもいっぱいある。18年の集大成、全部言えてる。で、環境もある。で、それで使わないんだったらすいません。もしかしたらそれは無理。環境もあるし、情報も稼百月収100万稼ぐ。まあもはやもう奥ですよ。奥なんか稼げますよ。ね。あなたのやり、あの、勉強の仕方、行動のその後のやりでね。 わかります？でも月収百万以上のなんだいろんなのあります。<laughs> マジで <laughs>。だからまあそこを利用していただければいいんじゃないかなと思います。一人でできない人はね。だ今回まああのそのなんだアウトプッんー R の思考っていうのはこれは僕販売してますけども、仮にこの動画を見てるあなたがねいやちょっと吉谷さん半額って言ってもちょっと半額のそのお金もないんですよと。 言うあなたにね、朗報です。アドバイスですね。アドバイス。それはあなたがじゃあ今後、じゃあお金がなくてね、半額ですよでも結構安いと思うんですけどね。結構安い、僕ね、<laughs> お値段以上だと思うんですけどね。<laughs> まあまあいいや。それでもちょっとお金かっていう方のために、ね、これをやってくださいと。これやれば映像と。これは、 あの、Facebook グループとか何でもいいんですけど、グループを作ってください。自分で。勉強会グループみたいな。もしくはもうそういう Facebook でそういうのグループがあるんだったらそこに参加するでもいいだろうし。でもそこでもね、セールス入るとは思いますけど、まあだから一番いいのは自分で無料のコミュニティ作っちゃうことです。そう、アウトプット会みたいなね。なんか勉強会みたいな。ネットビジネス勉強会みたいな。ね。そういうのを作ってください。 で、その、二人でもいいですよ。三人でもいいですよ。うん。それを、まあ、友達なり、なんか、なんか、それは何かの方法で見つけてください。それはすみません。それは何かの方法で見つけてください。Facebook の DM か、インスタの DM か。だからい、セールスするんじゃなくて、あの、今こういうことやってるんですけど、一緒に、その、一緒にやりませんかみたいな。っていう、あなたがリーダーになって、あなたがリーダーになって、それを立ち上げるってことです。 で、そこでみんなでこうやっていく。その会議をする。あの、一週間の報告会議とかね。どう、どんなことやったとかね。今日は、まあ今日はどういうことやるとかね。まあそういうのやってくださいで。できるんで。稼ぎたいんだったらやってください。稼ぎたいんだったらその環境を自分で作ってください。ね。お金も払いたくありません。でも稼ぎたいです。じゃあそれぐらい自分でやってください。<laughs> お金を払っていただけるならば、 ね、情報もも提提供供すするしし僕は環境も提供しますよって話ですでも、えー、お金払いたくいありませんと、まあ、もしくはお金はちょっとないんですっていう場合はそれ自分で環境を作る努力してください一人でできないんだったらね一人でできないんだったら3人4人で,できその仲間を作ってできるようにしてくださいもうこれで成功できますよいや本当にだってやればいいだけじゃないですかでも僕のすみません僕の成功の基準っていうのが 月収100万っていうところに置いてますのであのいなんだなんか年商1,000億とかね、まあ、そういう次元の成功ではないですけどだ <laughs> かねめっちゃ稼いでるなんか、ね、年商1,000億クラスの人とかね前澤社長とかあの青汁王子とか光君とかから見えたらね「100, 100万円で成功ですか?」みたいに言われるかもしれないですけどね。<laughs> 100万 与沢さんからすると、え、100万だったらトイレットペーパーのお金ですかみたいなね <laughs>。100万だったら僕トイレットペーパーのお金ですね、みたいな <laughs> まあ人それぞれ基準があるんであれですけど。まあ僕はもう100万に設定してるんで。成功イコール100万です。もうこれでいいだろうっていう。なぜならば僕自身も月収100万なんだ。当時稼げたらいいなってすごく思ってたんで。うん。で、あとはね、ちょっとポイントとしては、 これはちょっとと裏裏話話いいいいうかでですよあの月収で取らない方がいいですまあこれはまあちょっと税理的なお話なんですけどももしあなたがね月収100万ぐらいネットで上げられるようになったら、まあ、会社を作った方がいいですで給料を取らず経費計上してやっていっ,てった方がいいですよ、はい、<laughs> まあこれは税理士さんとね相談していただければいいと思うんですけどあの会社作ってください。 で会社作って、給料あんまり取らず、経費計上していくっていうことですね、はい。そっちの方が非常にいいです。でも逆を言うと、経費計上せず、月収100でが、ガチで取っていくと、しんどいですよ、多分。<laughs> 月収100取るんだったら、う200、300稼いでいかないと。<laughs> ね、まあこれはまあすみません、稼いだ後の話なんでね、別に考えることはないんだけども。 まあ一応余談としてねあなたが月収100万目指していくんだったら、まあ、実際あの会社を作って月収で取るんじゃなくて、えー、なんだ経費として落としていった方があのすげえいいですよっていうお話でございます。うんな感じですかねはいということで、まあ、今日でね、えー、募集ああああの新商品リリースキャンペーン50%オフのキャンペーンは終わります。で興味があればお問い合わせだけしといてください。 あとね、ここがポイントなんですけども、今日すぐ決済しろって言ってるわけじゃないんですよ。興味があればお問い合わせしてくださいって話です。でお問い合わせした人にだけご案内してますけども、また猶予、決済まで猶予ちょっとありますので、また2日ぐらい、2日ぐらいかな。うん、今日だと2日ぐらいか。一応最終決済日が5日に、5日にしだったっけな。水曜日にしてるので、はい。あの、お問い合わせした後も悩めますんで。 でも、おたやせ今回なかったらもう半額での買える権利は一切ないですからね。抹消です。もう安売りすることはないです。どうですか ?18 年の集大成は安売りしたいですか僕はあんましたくないので <laughs> まあ今回はね、まあ、40歳になった記念と、あと新商品っていう、まあ同時にね、あの、まあ記念日みたいなのが重なってるので、40歳になりましたね、と。 新商品ですねっていうこのイベントが重なってもうお得にこう半額というねあのも,うもう一生ないですけどね、はい、であと僕のことを昔から知ってる人だったらねあもうご存知かもしれないですけど僕は値上げが大好きなんでございますドリームアカデミアも値上げに値上げに値上げに <laughs> 値上げに値上げをして今120万までいってますからまあさすがにね120万以上にはし,しようとは思ってないですけど とにかかく値上げキャンンペーンやっていきますかだから R の子もそのうち値上げキャンペーンするかもしれないですね。うん、まあすぐね、まあ、今回販売してるので直近ですることはないと思いますけど、まあ、1年後ぐらいですかだから41とか僕は来年の誕生日の時に値上げキャンペーンみたいなやるかもしれないですけどまあだからどんどん値上げはしてきます。値下げすることはないです。うん、でもねどうですかねジ,ジムとか5,000円ぐらいですか まあそのジムによっても変わると思ううんでですすけどサブスク払うじゃないですか、まあ、筋肉つけたいっていう人とかねダイエットしたいっていう人は別にいいかもしれないですけど結局そのお金は稼げないですよね毎月サブスクでその筋肉つけたとしてもその筋肉でお金は稼げんのかな <laughs> うんでまあ結局そのジムの払うお金が必要じゃないですかじゃあそのお金どっから出すのみたいな話ででこの R の思向のトレーニングルーム R のこの思考っていうね教材の中にあるあのトレーニングルームアウトプットのトラはえサブスク費用0円でございます0円でございます0円ですずっと使いますあのドメインもねよくよくこれもあるんですけどなんかその,あのノーガウコレクターの人だったらわかるかもしれないですけども なんか買ったらドメイン切れてるとかね2。2年後とか3年後アクセスしたらなんかポータルサイトはアクセス不能みたいなあ。よくあるパターンですよ。ね。教材を買いました。3年後アクセスしたらもうなんかドメインが切れててアクセスできないみたいな。僕はありません。ずっと。ずっとです。まあお約,束お約束できるのはあと20年ぐらいですね。20年ぐらいはドメイン更新します。で、20年ってなんでかっていうと僕60歳までやるって言ってるんで。 まあドリームアカデミアもね60歳までやるって言ってるんですけど一応僕の基準としては60まではやる,やるっていうのは決めてるので20年間はトレーニングルーム無料です20年間トレーニング必要かなまあいらないけどでもよくありますよこれ他の販売者とかねまあノウハウコレクターの方はよく分かってるはず前買った教材にアクセスしたらアクセスできないっていうそれはないので ただ20年後はすいません、保証はできないです。ね、20年後。まあ僕もそのね、今回のドメインを、にお金払うので毎、毎年毎年更新するためにね。ビズはいくらだ ?1700 円ぐらいか、今。毎年毎年その更新するのにお金払うんで。でもその、さすがに20年後は、いいんじゃないかなみたいな。わかんないですけど。まあとりあえずまあ、あの、それぐらいまだしっかり、あの、更新もしてるし、ちゃんとサイトも管理しますんで。 うん、まああとはまあまあその R の思考僕結構売りたいんですよ。でなんで売りたいかっていうと売りづらい商品なんだけどもうここ大事だよっていうのを伝えたいしここのベースが直ればそのテクニカルも乗っかってた時に稼ぎやすいんですよ。うんなんかそこに気づいてほしいですしなんかまあ まあ僕はまあサポートしてる側なんでちょっと分かんないかもしれないですけどまあぶっちゃけそのサポートも減ると思うんですよね変な質問来なくなるしうんなんかその土台なんかまあ家で言うならばですよ家で言うならば 昔、三井住友だったかななんかそのマンション建ててね、マンションを建てたんだけども、なんか地盤沈下か分かんないけども、その床がね、床下がこう動いちゃって、なんかポールがなんか動いて、こう、こう、マンション傾くみたいな。な住めないじゃないですか。で、ビー玉転がるみたいな。だマンションの中はすごいいいんですよ。マンションの中はいいんだけど、土地、ど土地ですよ。建てた土地が、緩かったりとか、ちゃんとなってなかったら、いい、 家でもね、傾くんですよ。まあ、どういうことかっていうと、これはどういうことかっていうと、この土台がないのにノウハウ乗っけても、土台がないのにノウハウ乗っけても傾くんですよ。傾くんです。どうすかずっと稼ぎたいですかそれとも単発ですか単発ですかそれともずっと稼ぎ続けたいですかどっちですか一回だけ100万いければいいですか一回だけ。人生に一度だけ100万。 あとずっと手取り14万。どう、どうですかでも100万一回言ったんですよ。でもずっと手取り14万。も、もしくはずっと100万。どっちがいいですかすみません。ずっと100万の方がいいですよね。つまり稼ぎ続けていかないといけないですよ。で、稼ぎ続けていくため、稼ぎ続けていくためには土台をしっかりしないと。で、この土台っていうのはどこにあるのかっていうと、こうですね。大丈夫ですか <laughs> 考え方ですね。 まあめめんまあいろんな言い方ありますけどね思考とかマインドとかメンタルとかねメンタルはちょっと違うかなでもまあまあ一緒のようなもんですよね結局ここでコントロールするんでいろいろメンタルがよくてもかメン仮にじゃメンタルって表現でねメンタルが弱かったとしても思考でリカバリーできたりするんですよ考え方でうーん だから結構、ここっていうのは様々なものをリカバリーできます。だから、要はいろんな感情を思考でコントロールできるので。でも、ここが弱いと感情に負けるんですよ。ここが弱いと感情に負けます。だから、あの、前々回かどっかで言ってると思うんですけど、ね、本当に来るんです。吉田さん、最近モチベーションが上がらなくて。来るんです。 今回のテーマもね、なかなか行動できませんみたいな話のあれなんだけども。<laughs> まあ本来だったらここでねこん、自分でコントロールしてこう稼ぎたいんだったらどんどんガンガンやっていかないといけないんですよ。ただ、今回の、ね、テーマは、まあ、それができないよねって、なかなかそれができたら苦労しないよねって話で、その環境に飛び込めと。もしくは環境を作っていこうと。一人でできないんだったら。ね、お金払うんだったらそういう場所あるよと。で、お金払えないんだったら自分で作っていこうと。 稼ぐ気があるんだったら。うん、やれないんだったらやれる環境を取ればいいんですよ。だからさ,さっきちょっと事例でね、先生の話も出しましたけど、その、飛行機で行けないんだったら違う手段取ればいいんですよ。わかりますで、稼いでる人は、まあ、その台風でも来たっていうね。うでもうまくいってない人は、すいません、ちょっと台風なんで、みたいな話ですよね。そう。うん。そう、一人でできないんだったら他の手段がありますよって話です。他の手段を取ればいいでしょうねっていう。 それをうまく使えばいいんですうまくは,いではえー、と今,日今日はどうしようかな。えっ、ー、とあ今日はね18時と18時と22時はもう送ります。これは送りますもう。もう一発どうしようかな。2発でいいっすかね3発ぐらい打とうかなと思ったんですけどあでもこれ朝6時に打つか。だからまあもうこれは打ち終わってるでしょ。だから すみません。残りは、残りもすみません。18時と22時枠ですね。メールで、裏メルマガでご案内してますけども。残りは18時と22時です。すみません。これ朝のメルマガと一緒に添えてこの動画を送るんで。うん、はい。まだね、もしメルマガ登録しないよっていう場合は登録しておいてください、ね。もう残り2発です。18時と22時の配信のみとなります。はい。では、えー、今回の動画はこれで終わります。ありがとうございました。